ちのあれです。今回はですね、学校をフル活用する方法について話したいと思います。というのもですね、この動画を見てる人で特に塾とか予備校に行く経済的な余裕がないよという人結構多いと思います。で、そういう人はですね、この学校を使ってあげないといけないんですけど、この学校をどう使うべきかという話ですね。で、これはですね、お金かからないんですけど、正直あんまりおすすめしたくない方法です。というのも、あなたという人がいて、学校という人が、人というか組織があるじゃないですか。で、こっから学ぶこと、もちろん多いと思うんですよ。いろいろ学ぶことも多いと思うんですけど、こっちがポンコツだったらこっちもポンコツになるんです。こっちがいい学校だったらこっちも良くなるんですよ。で、これちょっと怖いの分かります？で、この入学した時にこの学校いいと思ってその高校に入ってるかもしれない、あるいは中学だったら、公立だったら、その自分で選ぶ権利がないわけですよね。住んでる地域によってそこに行かなあかんとってなった時に、こっちが悪かったらこっちも悪くなって、こっちが良かったらこっちも良くなるっていうことで、完全にこれ依存なんで、あんまり正直おすすめはしないです。正直特に自分がこっちを信用してるんだったらいいですよ。信用してるんやったら、じゃあその信用してる学校でそのまま頑張ってくださいねと思うんですけど、いわゆるギャベージインギャベージアウト、ゴミを入れたらゴミが出てくるっていう言葉もあるんですけど、ゴミな学校だったらゴミなことしか教わらないんで、それを覚えておいてください。だからこれフル活用するのはいいんですけど、ここの選び方間違えたら終わりっていう、選び方間違えたら終わりやし、中学やったら選べないしというところで、あんまり必ずしもおすすめできる方法じゃありませんが、それでもここで頑張るしかないんだという場合はですね、まず一つ、学校で利用できるものっていくつかあります。まず一つが授業ですね。授業、これがとりあえず分かりやすいことが要求されます。先生の話すごい分かると。で、ここでまず分かるべきなんですよね。分かると。で、さらにここから宿題が出てきます。宿題ですね。で、この宿題がこの分かることをできる状態にすると、という意味で、授業を聞いて分かったものを自分でできる状態にする。具体的に言うならば、例えばですけど、サッカーのリフティングですよね。サッカーのリフティング、分かんないじゃないですか、サッカー経験してない人って。あるいはサッカー部の人だったら、野球でバットにボールを当てる方法でもいいですよ。何でもいいんですけど、どうやったらあの細い球に、ちっちゃい球にこの細い棒を当てることができるのか、しかも150キロとかで飛んでくるわけですよ。当てることができるのかとか、サッカーだったらなんで足でボールを真上に上げ続けることができるのかっていう、その理屈があるわけですよね。で、この理屈を授業で教わる。で、それをできるように自分で練習するのが宿題に当たるところ。バットだったら素振りをする、リフティングだったらボール蹴り上げてみるっていうところをやってみるとっていうところです。で、この上でさらにここの2つどっちかでうまくいかなかったところを質問すると、これがそれぞれ、学校でできるところです。で、理論的にはこれを全部できるようにしたら大学受かります。できるようにすれば大学受かるんで、授業をしっかり聞いて宿題をちゃんとやって、わからなかったら、あるいはできなかったら質問するという3つのステップを踏めば、理論的にはその学校で頑張れば、難関大どこでも受かると、東大でも受かると、理論的には。ただし、ここにはですね、さっきも言った通りギャベッジインギャベッジアウトなんですよ。ゴミしかなかったら、これがゴミ、これがゴミ、これがゴミ、どれがゴミか分かんないですけど、どれかがゴミだったら終わりっていうことなんですよね。例えば授業が分かりにくい、宿題が少なすぎる、多すぎる、あるいは全くない、質問してもよく分かんない、あるいは質問自体ができない環境だっていう状態。そして何よりここに一貫性がないんですよね。全体を貫く一貫性がないと、とするとどうなるかっていうと、例えば分かりやすく東大行きたいと思ってるんだけど、学校のカリキュラム自体が東大向けじゃないっていうことがあるんです。
あのそもそもうちの高校で東大受かってるやつなんてここ5年間一人もいないとかっていう場合だと、あのそんな東大行こうみたいな授業しないとかねっていう風に、ここに一貫性がない場合もうちょっとそこでまあ終わりと、あなたの夢は必ず終わってしまうんですということになるんです。で、学校をフル活用するのはまあいいんですけど、そこの合格実績がちゃんとあるのかとか、そういうことをいろいろ考えないといけないので、まあ正直フル活用する、お金かからないからフル活用しますって言ってるのはいいんですけど、なんかあれですよね、イメージで言うと夏涼しく過ごしたいけどお金がないから内輪で我慢しますみたいな。うん、いいんですけど内輪で仰ぐん大変じゃないですか。それやったらクーラーつけて、お金かかるけどクーラーつけて、その涼しい空間でなんかちょっと内職でもして、やった方がいいんじゃないかなとかって思うんですけど、なんかよくその目先のお金にとらわれてなんか塾行かないっていうと多いですけど、かえって貧乏になるような気がするんですよね。なんか例えばですけど、大学受験で数学を使った人って年収が100万上がるんですよ。これは統計的にそうなんです。大学受験で数学を使った人は使ってない人よりも年収100万円高いというデータが京大の研究であるんです。で、あと英語ですね。英会話ができたら年収200万増えると言われてます。これはまあ一般的にそう言われてるだけで、僕も英会話スクールの人から聞いたんで、まあ多少強調しすぎてるところはあるかもしれないけど、いざとなったら海外で働けるっていうのは強いですよね、やっぱね。日本がもう経済的にダメだってなった時にアメリカに行ける、イギリスに行ける、そういう状態になってけばまあいいじゃないですか。っていうことで、その将来的に100万円200万円200万、年収で増える、年収で増えるってことは生涯獲得賃金40年働いたとしたら、まあ200万かける40年なんで、8000万とかフェラーリが買えますよね。それぐらいの値段のものなんです。数学ができるとか英語ができるっていう技術はそれぐらいの価値のものなのを、まあ塾に行く数万円をケチってミスミス逃すのかなっていうのがあるので、まあ別に学校フル活用するんだったらこれちゃんとやってもらったらいいですけど、ほんまに大丈夫なのかお前っていうのは思う。僕はその高校通ってないんで分かんない、その中学通ってないんで分かんないけど、ほんまに大丈夫かなと思います。ただまあ一応これもね、ちゃんとやっていただければ、理論的には学校フル活用すれば受かるんで、もしもうどうしても無理だと、受験ガイドもつけれないとかそういう状態であれば、まあそれも一つワンチャンありなのかなと思います。ということで、今回ですね、まあ学校フル活用する方法、授業を、まあ、聞いて宿題を、まあ、できるようにして、で質問すれば理論上は受かるんですけど一貫性はないんで、そこの修正力みたいなのをまあ、つけないといけないよという話でした。ぜひですね、まあ、フル活用をしたい人は、まあ、してください。この動画はですね、LINE で、こういう動画作ってくださいと言われたんで、作りました。ぜひ、まあ、意識してやってみられたらいかがかなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。